ロブ・ブライドンは、ウェールズ出身の俳優、コメディアン、テレビ、ラジオ番組の司会者、歌手。BBC のコメディ番組のロブの、この年、俺ねんの司会者、同じく、マリオンとジェフと、そのスピンオフであるザ・キース・バレット・ショーにおけるキース・バレット役などで知られる。ブライドンは、数々の俳優、コメディアンと共演しているが特にスティーブ・クーガンと、ジュリア・デイビスとの共演が多い。2003年には、英国誌オブザーバーで、イギリスで最も面白いコメディアン50人のうちの一人に選ばれている。ブライドンは、教師の母ジョイと自動車のディーラーの父、ハワードの間に生まれた。ウェールズのバグラン、ポートトールボットで育ち、14歳までにポースコールのセント・ジョーンズ・スクール、スウォンジーのダンバートン・ハウス・スクールに通った。その後、ポースコール総合学校で青年演劇グループのメンバーになった。ダンバートンにいた頃、同門のキャサリン・ゼタ・ジョーンズの夕食代を盗んだことがある。カーディフの王立ウェールズ音楽演劇大学に進学したが、卒業しないまま20歳で BBC ラジオウェールズに入る。ラジオウェールズの土曜朝の番組の DJ を担当していた頃に、ウェールズのスタンダップコメディアンのピート・パーク・ウォーカーからの投稿が読まれている。ラジオウェールズには6年在籍し、1992年から1995年まで BBC ラジオ5の若者向けの雑誌、音楽番組のメイン司会として、後にマリオンとジェフの起源となるアラン・トンプソンと共演した。また1994年から1995年まで、ボイド・クラック主演のコメディ番組サテライト・シティのいくつかのエピソードで共演した。BBC ラジオ5ライブのザ・トリートメントで、コメディアンとして出演する傍ら、ケン・ブルースの代役として BBS ラジオ2でしばしば司会を務めた。ブライドンは、はじめはナレーターとして英国内では知られていた。ディスクワールドのコンピュータゲームや BBC One のステーションブレイクのナレーションを務めている。また、ルノー、タンゴ、タイムズ、テスコ、アビーナショナル、セインズベリーズ、マクドナルド、トイレダック、共謀、ミントカード、ポットヌードル、ドミノピザ、パリパリナットコーンフレークなどのテレビ CM のナレーションも担当している。さらに、ディスクワールドのコンピュータゲーム、ディスクワールドのワールでは、主役のルートンの声を演じている。1990年代の初めは、ホームショッピングネットワークの司会をしたり、いくつかの映画やドラマの配役で出演したりしていた。2000年には BBC で放送された2つの、コメディ番組で名を残した。ジュリア・デイビスと共に制作、共演したヒューマン・リメインズと商業的に成功したマリオンとジェフである。これらのシリーズでブライドンはコメディとシリアスな役の両方をこなしたことで性格俳優としてのキャリアパスを築いた。BBC4 のケナス・タイナン、ハードコアの賛美で演劇評論家のケナス・タイナンを演じ、ローレンス・オリビエ役のジュリアン・サンズと対峙した。ルース・ジョーンズ、ジェームズ・コーデン作のギャビン&ステイシーで、ブライドンが演じるブライン・ウェストは彼をウェールズのルーツに戻すことができた。この役で、ブライドンは2009年コミックリリーフチャリティシングル、アイランズ・イン・ザ・ストリームで、ルース・ジョーンズと歌手のトム・ジョーンズと共に歌っている。2009年3月15日の UK シングルチャートで第1位となった。2010年、ブライドンはスティーブ・クーガンと共に各々の俳優が一般に認識されている印象を誇張して演じるマイケル・ウィンターボトムの即興シットコムザ・トリップに出演した。はじめは2006年に BBC ラジオ4のコメディパネルゲーム I'm Sorry, I Haven't a Clue に登場した。当時のホストであったハンフリー・リットルトンから、ブライドンの歌声について、悪くないとかつてない栄誉を得た。リットルトンが大動脈瘤の手術で入院中、テレビで放送されない、ステージツアーがあり、その際には、彼の代わりに進行役を務めている。リットルトンが出演できない旨のメッセージは観衆にも伝えられた。手術の3日後、リットルトンは亡くなっている。2009年2月、I'm Sorry, I Haven't a Clue の第51シリーズの進行役としてステファン・フライとジャック・ディーと共に、リットルトンに代わる3人のうちの1人として発表された。また、進行役がジャック・ディーになった第52シリーズの最初の2回にゲストパネリストとして参加している。さらに、2009年にはアンガス・ディートンに代わりウッド、I Lie to Youの司会を務めている。ハブ、I Got News for Youや BBC ラジオ4のパネルゲーム、Just a Minute にも出演した。また、BBC ラジオ4のThe Pain of Laughter, The Last Days of Kenneth Williamsでナレーションを務めた。ケネス・ウィリアムズの人生の後半を多くの友人や同時代に生きた人物から探るものであった。また、2008年8月25日のみ BBC ラジオ2でケン・ブルースの代役を務めた。コメディクイズ、地位にも何度か出場し、最初の出場ではアレック・ギネス、ジェームズ・ディーン、マイケル・ J ・フォックスのモノマネを披露している。2008年のクリスマススペシャルでは、リチャード・バートンとトム・ジョーンズのモノマネを披露している。2009年から2010年にかけて、ブライドンは、ロブ・ブライドンとして、初のスタンダップツアーを、英国内で行った。この模様は、DVD、ロブ・ブライデン、ライブとして2009年11月23日に、リリースされている。BBC のライブ・アット・ザ・アポロの第5シリーズで2度ホストとして出演している。2010年3月30日にロンドンのオーニャアレーナで収録されたグレート・オーマンド・ストリート・ホスピタルの支援のためのチャリティコンサートチャンネル 4S コメディ柄に参加した。2006年10月6日にブライドンはサウスバンクショーの元プロデューサーのクレール・ホランドとウィンザー教会で結婚式を挙げた。現在2008年に生まれた息子トムと共にリッチモンド・アポン・テムズ・ロンドン特別区のストロベリーヒルで暮らしている。また戦災との間に2人の娘と1人の息子がいる。かなりのゴルフ好き、スウォンジーシティ AFC のファンで、1912ファンデーションのアンバサダーでもある。ブライドンはコメディアンのベン・ミラーとよく間違われ、地位の第6シリーズ第9話、ザ・フューチャーで、揃って登場しキスも交わしている。ありがとうございます。